す。あれ？これは。できるかな？できるかな？ん？これで合ってるのかな？わかんない。2回目だから2回目にしながらよくわからない。できてるかな？できてるのかな？どうだろう？どうですかね？あら、あれあれできてる？できてない。あ、できたぞ。あ、おはようございます。よしかちゃん。あゆさん。あ、すごい。こないだね、あったぶりだね、握手会。そうですよね。握手会の時に。かわいい。緊張する。ね、緊張する。はい、コメント出てますか？コメントね、出てる。出てないかな。なんか私のところ出てなくて。そう。出てなくて読めない。ああ、嘘。なんでだろう。出ないのかな。すごい。こんな朝からありがとうございます。全然ありがとうね、こちらこそ。え、じゃあ、コメント何も見れない状態？全く何も出てないです。かわいそう。初めてこんな。そうなの？そう、でもね、あゆはゆずかちゃんのことが、そう、すごいドラさんの中でもう一番可愛いなって思ってるから。そんな嬉しすぎます。嬉しい。なんかもっとあゆさんと仲良くなりたくて。電話で遊んだりもね、したいんですよ。はい。しよう。したいです。しようね。どうする、やっちゃう、あれ、自分クイズみたいなやつやりますか。考えてきました。あ、本当、今ね、はい、考えてきた。お、早速、うん、やります。はい。あ、どっちからいく？じゃあ、あゆさんからお願いします。あ、OK。 じゃあ、いくね。はい。あゆの一番好きな果物は何でしょう。すごい、どうでもいい感じだけど。なんだろう、難しい。難しいよね、いっぱいあるから。4択とかに絞った方がいいかな。あ、その方がいいかもしれない。いい、okay。 じゃあ1番いちご、2番梨、3番みかん、4番パイナップル。なん、アイドル的にはイチゴですかね。あ、イチゴ。でも、うん、あの、あゆさんって千葉県、同じ千葉県出身じゃないですか。うん、で、多分千葉県って梨が有名な気がするんですよ。そうだよね、有名。なので、うん、2の梨です。大丈夫それで。はい。じゃあいきます。正解はなしです。正解。すごい、嬉しい。すごい、当たると思わなかった。いや、私もなしが一番好きです。一緒だね。昨日の夜食べました。あゆもこの間食べた。でも、お、嬉しい。共通点ですね、これもね。共通点見つかった。わーい、いい。じゃあ、うん、私いきますね。うん。じゃあ AKB48 の曲の中で一番好きな曲は何でしょう。お、一番好きな曲、はい、ゆずかちゃん可愛いから、可愛い系がきっと好きかなって思うから。ちょっとこれ難しいかもしれないです。難しい。はい、公演曲です。あ、公演曲。4択でもいい？4択、わかりました。1、うん、キャンディー。2、
うん、手をつなぎながら、うん、3目撃者、うん、4摩天楼の距離、おー、どれもいい、どれでしょう。でも本当にゆずかちゃんはキャンディーっぽいけどどう何だろう、4の摩天楼にしようかな。お、いいですか。うん、正解です。あ、本当やったすごいいい曲だよね、摩天楼。めっちゃ歌詞が好きなんですよね、摩天楼。わかる。やったことある？あ、あります。ある？英公演に出演させていただいたときに。難しいよね、なんか感想とかが。めっちゃ難しかったね。難しいよね。あゆさんはなんか好きな曲ありますか？あゆはね、なんだろう。あ、でも永遠プレッシャーが好き。あ、わかります。うん、あ、本当よかった。出だし歌ってほしいです。一緒にやろう。あ、やりたいです。いつか。やろうね、一緒に。じゃあ、続いていきますね。はい、あ、ゆずかちゃんと行きたいところ。お、なんだろう。これでも、意外と当たりやすいかもしれない。わかりやすいですか？わかり、なんか遊ぶ場所といえばみたいな感じ。あ、四択にする？四択にしましょう。じゃあ、1番、夢の国。2番、原宿。3番、お台場。4番、海外。すごい。海外はなかなかレベル高いですね。レベル高い。ということで、でもなんか原宿か夢の国かで。確かにどっちか普通に考えて。あ、でもやっぱ定番ということで、夢の国で正解です。お、嬉しい。そう、千葉県出身だから。確かに、いいなって思う。行きたいです、めっちゃ。行こうね。どっちが好きですか？あゆは、C かな。あ、一緒です。あ、一緒。 C が好きです、私も。ジェットコースター乗れる？あ、一応乗れます。行ける？はい、一緒だ。あの、タワーオブテラーとか大好きです。あ、一緒。面白いよね。じゃあ今度行きましょう。そうね。じゃあ続いて私のクイズ行きますね。私のペンライトの色は何色でしょう？何色だろう。2色です。2色？はい。あ、でもなんとなくで言っていい？はい。黄色とピンク。あ、惜しいです。惜しい。はい。どっちか合ってる？合ってます。ピンクが合ってて、黄色じゃないんですよ。黄色じゃない？白。白じゃない。かわいいやつ？うん、あ、かわいい。ピンク寄りですね。あ、ピンク寄り？紫。正解です。あ、紫。ピンク紫です。かわいい、似合う。あゆさん何色ですか？あゆは白と水色とピンク。あ、3色。そう、3色なの。すごい。だからうちわの方が多いかな。あ、うん、確かに。そう、すごい。コメントなんか来てますかね？あ、してる。なんかね、いっぱい来てて、どれ呼ぼうかな。あ、でもゆずかちゃんは絶叫系得意ですよとか来てる。お、うん、あとは気が合う2人とか。確かに共通点意外と
いっぱいありそう。ね、確かに。一番好きな色って何色？一番好きな色は、紫ですかね。ああ、紫。かわいいよね、紫。じゃあ次、いきまーす。はい。次は、次は、あゆの一番好きな衣装は何でしょうか？でも衣装って結構多いから難しいかなって思っちゃった。けど大丈夫かな？めっちゃ難しいですね。難しいね。これも絞った方がいいかな。でも公演曲とかですか？公演曲ではないかもしれない。じゃないね。公演曲じゃないかな。表題、シングル曲？シングルにした。お、なんだろう、難しそう。かわいい系ですか？かわいい。最近か昔かって言ったらどっちですかね？最近。最近、これ難しそう。結構難しい。最近のシングル曲があんまり歌ってないです。じゃあ4択にする？4択で。あ、1番ハッシュタグ好きなんだ、2番ラブトリップ、3番失恋ありがとう、4番サステナブル。お、わかりました。わかる？4のサステナブルです。あ、大丈夫ですか？はい。正解は1番のハッシュタグの好きなんだでした。迷いました。でもなんか迷った。でもね、サステナブルマイも好きなんだよね。そう、なんかサステナブルの衣装を着たあゆさんがめっちゃ可愛くて。ありがとう、嬉しい。それでちょっとそのイメージでした。あー、確かに。最近着たからかな。そうですね。嬉しい。すごい、でも可愛いですよね、ハッシュタグ好きなの。可愛い。チェックで。着たことありますか？着たことはないけど、うん、行きたいなーってすごい思われ。ああ、わかります。好きな衣装とかある？好きな衣装はなんか水色の衣装なんですけど、多分青木さん公演のオープニングですか？ああ、なんかあの白と水色みたいな。あ、そうです、そうです。あ、かわいいよね。似合いそう。衣装が一番着てみたいです、昔から。着てほしい。着たいです、めっちゃ。絶対かわいい。でも何でも似合いそうですね、あゆさん。ゆずかちゃんも。いやいや。でもね、まだあんまりね、着たことないのも多いからね、いっぱい制服着たいよね。そうなんですよ。サステナブルも着てみたいです、めっちゃ。似合いそう。はい。じゃあ、私の、いきますね。どうしよう。と、兄弟は何人いるでしょうか？兄弟。2人。いいですか？2人で。正解は3人でした。あ、一緒、3人。一緒ですか？はい、もう3人。私はあれです、お兄ちゃん、お姉ちゃん、私で、私が末っ子なんですけど。あ、一緒。一緒ですか？
お。すごい、じゃあ、うん、なんか似てるところありそうね。確かに似てそう。え、お兄ちゃんは、うん、真ん中ですか？お兄ちゃん真ん中。上？お兄ちゃんは一番上です。あ、で11歳差ぐらい、10歳差とか結構離れてます。確かに離れてる。喋りますか、お兄ちゃんとか。喋るかな。喋ると思う。うん、喋る。あんま喋んないでも一緒に住んでないんですよ、うん、あ、そっか、それは喋らないね。確かに電話しない限りね。うーん、電話もちょっと距離感ある感じある。あ面白い。楽しいね。楽しい。話してあげてって来てる。いや、なんか、いや、うん、仲が悪いわけじゃないんですけど、うんうん、やっぱ10歳ぐらい離れてるとなかなかこの話題がなくてないよね。確かにちょっと違うよね、世代が。なんですよ。すごい、お兄ちゃんピエンっても来てる。お兄ちゃんピエンです。お兄ちゃんピエン。はい、じゃあ続いていきたいと思います。あゆ、はい、じゃあ好きな季節はいつでしょう。うん、4択ですね。春夏秋冬。好きな季節は、うん、でも夏か冬だと思うんですよ。うん。でもあゆさんって2月生まれですよね。うん、2月生まれ。2月生まれなので、うん、冬ですかね。お、大丈夫ですか。はい。正解は冬です。お、正解。はい、そう、冬と秋が好きなんだけど、どっちかといえば冬かなって思って。わかります。冬私も一番好きなんですけど。あ、本当？いいですよね。あ、いいよね。夏ね、暑すぎるよね。冬好きだ。夏は飽きますね、この暑すぎて。確かに、わかる。うん、何月生まれ、ゆずかちゃんって。私も冬で12月生まれなんですよ。12月。あれか、クリスマスと一緒みたいな。あ、そうです。なんかクリスマス、誕生日、うんうん、お正月が全部一週間詰まってて、すごい福袋みたいだ。そうなんですよ、それで冬が好きなんです。あ、確かにそれはいいよね。うん、じゃあ私の続いての、うん、いきますね。うん、これは2択です。うん、わかった。アウトドア派でしょうか、インドア派でしょうか。でも見た感じはなんかすごいおとなしそうだからインドアだけど、アウトドア。お、大丈夫ですか。うん、正解です。やったアウトドア派ですね。あ、一緒だ。あ、一緒ですか。うん、一緒。なんか、まあ、千葉県出身なんで、こう、うん、千葉県お出かけとか旅したりするのが結構好きで、うん、あー、わかる、いいよね。海とか行きます、うん、行く行きますか。海行くよ。
え、なんか千葉県で好きなスポットとかあったりしますか？どこだろう、なんかよくわからないんだけど千葉県わからないんだけど楽しいよね楽しいでも結構行く、本当に千葉県の中のなんかドライブとかは結構行く。あ、確かにドライブ気持ちいいですもんね。ね、いいよね。どこかあるおすすめの場所？おすすめの場所ですか？うん。なんか今年の冬に行ったんですけど、うん、濃溝の滝って知ってますか？あ、なんか聞いたことあるかもしれない。なんか、うん、1年に1回ぐらいこうハート型に光が、あ、マジ行ったことあるかも。あ、ありますか？あるかも。なんかそこが神秘的で、うん、千葉県の下の方にあるんですけど、うん、めっちゃ綺麗でした。おすすめです。あ、本当？行く多分行ったことありそう。お、うん、すごい、さすが千葉県民。千葉県民でもね、千葉の旅もね、してみたいね、二人で。あー、したいですね。そう、うん。めっちゃ行きたい。まずは夢の国に行って。ね、行って。なんか、ね、下の方とか行ったり。そうですね。うん。千葉好きって方がいらっしゃる、コメントで。嬉しい、嬉しい。でもなんか千葉って滝とか多いイメージある。うん、確かになんかあるよね、なんかいろんなところに。あ、養老渓谷とか。あー、それも行ったことあるいいですよね。ね、いいよね。すごい詳しいね、全然名前がわかんないなんかそういう河原とかでバーベキューしてみたいです。あ、確かに楽しそう。楽しいですよね。ね、じゃあやろう、今度いつか。お、楽しみにしときますあれ、次が5問目かな。次が5だよね、多分。5ですね。そうですね。じゃあ行きます。5問目、あゆの好きな動物は何でしょうか。4択ですか？4択にする？あれです。あれが今浮かんでます。うん。カワウソが浮かんでます。おー、カワウソ。いや、でも4択でお願いします。する？はい。じゃあ、1番、ワンちゃん。2番、ウサギ。3番、クマ。4番、カワウソ。ちょっとうん、犬かカワウソだと思うんですけど、うん、ただカワウソは、うん、ちょ、私が言ったから入れてくれたからうん、犬ですかね。お、大丈夫ですか？はいあ、いきます。正解はワンちゃんです。お、正解。パチパチパチ。飼ってますか？飼ってる。お、何犬ですか？チワワ。おー、かわいい。かわいいやつ。一匹ですか？一匹飼ってる。いいですね。私も飼ってます。あ、飼ってる？何飼ってるの？はい、千葉犬です。あ、かわいい、柴犬。はい、大きいです、でもちょっと。確かに、大きいよね。はい。なんか家の、ま、周りの方で柴犬飼ってる方いるんだけど、大きいなって思う。チワワの5倍、6倍ぐらい。確かに、ありそう。何色のワンちゃん？茶色。あ、ちゃいます。かわいいやつだ。
で、なんかコーヒーっぽい色なのでモカって名前なんですけど、うん、あ、かわいい。なんて名前ですか？青って名前。青ちゃん、青くん、青くん、そう、青くん。え、由来とかありますか？は、なんかそう、前にワンちゃん飼ってて、その今飼ってるワンちゃんの前に飼ってて、そう、亡くなっちゃって、空から見守ってるよみたいな感じで青って名前。そう、素敵ですね、めっちゃ。そうそう他に飼ってますか？他は何も飼ってない。飼ってる？飼ってます。お、何飼ってる？猫ちゃんと、うん、メダカですかね、今。おお、すごい。喧嘩しない？猫ちゃんとワンちゃんで。あ、猫ちゃんとワンちゃんは、うん、なんかじゃれ合ってますね。あ、見たい、かわいいでも比較的仲いいです。あ、すごい、よかったメダカ、メダカすごいね。メダカ、メダカはなんか、うん、こう最近赤ちゃんが生まれて増えました、うん、そっか、増えるよねメダカ、はい、なんか知らぬ間にめっちゃ増えて、でしかもなんかタニシとか貝とかもいっぱい、すごい、いるんですよね面白い、大家族だ。そうなんですよえ、何匹、あ、でも合計するとそんなでもないかな。メダカ入れたら結構いますけどでも犬と猫ですね、多分、うん、楽しそう。で、前は亀とかも。亀すごいじゃあ最後ですかね、うん、あれ、うん、そうですね、うん、最近ハマってるドラマは何でしょう、うん、今やってる感じのドラマ？そうです、今シーズンのドラマです。なんだろう、なんだろうな、でもなんだろう見てましたか？うん、どうしよう、半沢直樹いいですか？いや違うかもしれない正解は、うん、私たちはどうかしていますでした。始まったやつかそうです。見てますか？まだね、なんか録画はしてるけど見てないって感じ。めっちゃ面白いです。面白い、はい、見る。じゃあ逆に半沢直樹見てますか？見てない私も見てないです。見てないの。でパパが見てるかな。あ、そう、めっちゃ話題ですよね。ね、そう、よく見る。うん、他何かある？おすすめのドラマとか。おすすめのドラマですか？うん、なんか Hulu を結構見ることが多いんですけど、うん、うん、最近ちょっと見たドラマ今見てみますうん、わかったでもほんとね、いろんなのやってるよねドラマ。いろいろやってますよね。うん、でも、うん、あなたの番ですをもう一回見てます。見てる？面白いよね。めっちゃ面白かったです。ね、面白かった。あとは、うん、リモートで殺されるってやつ。あ、見た。それも見ました。謎系が好き？あ、そういうなんか結構ミステリーとか。あ、面白いよね。はい、好きです。
趣味とかって何ですか？趣味は、でもドラマとか映画見ることも結構、本当ですか？うん、結構見てるかもしれない。最近、私映画で事故物件っていう映画見たんですよ。見たいやつ。あ、見てないですか？そう、見てないの、見たいやつ。すごい、なかなか怖かった。なかなかなんか予告とか見てても怖そうだなって思う。でも、なんかその日にお風呂入ったりしてこうシャンプーして、頭上げて鏡になんか映ってないかなっていうあー、そんな感じのやつ。不安はありましたね。怖いね、それは。ちょっとでもなんかバラエティ的な要素もあって面白かったです。見に行きたい楽しそう。怖いの大丈夫？怖いの大丈夫です。あ、よく一緒だ。でもグロい系はちょっと、あ、ゾンビとかは苦手？ゾンビだったらまだ大丈夫なんですけど、なんか体がこうモヤモヤするやつとか。わかった。確かにちょっと嫌だよね。そうなんです。うん、好きなホラー映画ありますか？好きなホラー？いろんなの見てるな。でもあれ怖かった。なんだっけ？なんか、アンとアンディの人形をあのモチーフとして作られた映画なんだけど、名前なんだったかな？なんかそのやつがすごい怖くて、実際にあった話らしくて。後で送るね、ちょっと。お願いします。でも実際にあったホラーってなんかやばくないですか？やばいよね。やだ、呪われそう。確かに実際のじゃない方がね、できれば。うん、なんかそういう、それアメリカのやつとかですかね？そう、アメリカのやつ。なんかアメリカって怖いですよね。アメリカ怖い。でも日本の方が苦手かも。ああいう、本当ですか？なんか親近感湧いて。着信ありとかって見ますか？見たことある。なんか結構めっちゃそれはグロくて、嫌だった。トラウマになりましたね。あれはリアル鬼ごっことか。あー、まあ大丈夫。まあ大丈夫ですね。呪怨とかも大丈夫な人？あ、呪怨は、呪怨、もう大丈夫です。あ、大丈夫。はい。もうじゃあ結構見れるね、いろんなの怖いやつ。そうですね。じゃあ今度ホラー映画あったら誘いますね。あー、待ってます。行こうね、怖いのも。行きたいです、めっちゃ。怖いのを見に行くってあんまないもんね。人と、家族とならあるけど。確かに。でも割とこう一人で見に行っちゃいますね。おお、すごい。それはそうなんですよ。でも一人の方が結構いいね、良さそう、見るものは。でもその事故物件の時も一人で行ったんですけど、周りはもうみんな家族とかカップルとかしかいなくて、ちょっと心細かった。確かに。誘って、今度。誘いますね。あと、あいよ。あやさんってお菓子作り得意ですか？やろうと思えばやる。あんまやんない。でもゆずかちゃん得意だよね。そう、得意なのかわかんないんですけど、うん、たまにやりますね。うん、なんかマドレーヌ会ってあるじゃないですか。うん、ある。それってマドレーヌ作るってことなんですか？うん、買ってくる。そうなんですか？うん、買ってきてる、いつも。私、あゆさんがお菓子作り得意で焼いてるんだと思ってます。あ、全然。全然買わない。でもすごい、755とか、そう、乗っけてるじゃん、ゆうかちゃん。すごい美味しそうだなって思いながら見てる。じゃあ今度、
お会いするときに持っていきますね、うん、やったー嬉しい。どういうスイーツが好き？一番スイーツは、うん、でも基本的に何でも好きなんですけど、うん、チョコブラウニーとか。あー美味しいよね。好きですね、めっちゃチョコ美味しいよね。はい、最近はモンブランに目覚めました。あーすごい。モンブラン、モンブランのなんかチョコのモンブランがすごい好きやよ。え、そんなのあるんですか？そう、なんか前あってどっかに。美味しいなって思った。すごい、初めて聞きました。聞いた？でもなんか多分チョコがモンブランの形になってるみたいな。チョコがモンブランの形、あ、モンブランではなくて。そう、モンブランじゃなくてチョコ揚げ、チョコみたいな。あー、でそれのイチゴバージョン食べたことあります。ある？はい、美味しそう。イチゴもめっちゃ美味しかったですね。でもいろんなの知ってそう、美味しいところとかも。ねえ。どうなんですかね。あ、ゆずちゃんもマドレーヌ会誘ってあげたらできた。マドレーヌ好き？マドレーヌ大好きです。あ、じゃあやろう。お願いします。教えてください。ねえやろう。あの市販のだけど。え、主な活動って何なんですかね。特にね、喋ってるだけ。本当にね、マドレーヌを買ってきてお茶会みたいな感じかな。あ、買ってきれば。すごいゆるくて素敵です。そう、ゆるゆる、本当に。で、私もこう買ってきて、うん、参加します、いつか。あよー、みんなで。でもね、いろいろ共通点も見つかったね、結構。そうですね、うん、意外と、いら、末っ子だったり、ね、あんちゃん飼ってたり、千葉県だったり。確かにいっぱいあった。他にあるかな、共通点とか。なんだろう、習い事とかやってました？あ、やってた、習い事。何やってましたか？ダンス習ってた。あ、習ってた。なんかピアノ。あ、ピアノ。そう、うん、あと油絵と、うん、あ、すごい。そろばんとか、うん、水泳とかですかね。おお、すごい、いろいろ習ってる。油絵すごいね。いや、うん、油絵、そうですね、少しやってました。すごい、なかなか聞かないから。油絵ってすごいなんか匂いがするんですよ、うん、めっちゃ。油の匂いがして。あ、確かに。そう、ダンスやってたんですか？そう、ダンス習ってた。すごい。だからお上手なんですね。いや、全然だろ。めっちゃかっこいいです。ありがとう。コメントでお化け屋敷は大丈夫って来た。あ、お化け屋敷はほとんど入ったことがなくて。うん、あ、でも富士急に戦慄迷宮ってあるじゃないですか、うんうん、ある。で、その隣のちっちゃいなんか館みたいな、うん、あの音を聞いて真っ暗なところで、うん、こう体感するみたいなのやってたんですけど、うん、それがもう怖すぎて。確かに怖そう。だからもうそれで怖いってことは、多分戦慄迷宮とかは入れないかな。やばいよね。入れますか？苦手、お化け屋敷は。
もう見る専門かな、あゆ。わかります。なんかこう体感するのはね、やだよね。そうやだ。でこれもじゃあ共通点だ。確かに。一緒に行ってみてってでも来るよ、お化け屋敷。やだよね。企画があったら頑張りますけど。企画じゃないとね、そんな、ね、プライベートだったらやんないよね。はい。他あるかな、何か。なんだろう。でもこの間のそう日曜日にゆずかちゃんからあのお話で結構近いんだなと思った。ゆずかちゃんとは親近感普通にあったと思った。確かに。そうなんですよね。うん。近いんですよ。お近い近い近いしか言えないけど近いよね本当に。あとは何ですかね。あとなんだろうね。血液型はって来てる。あ、何ですか。 B 型。うん。 A 型です。あー、ちょっと違ったけど。でも大丈夫。そうですね。足のサイズとか何センチ。あ、 23.5 ぐらいかな。あー、うん、大きい。何センチ。 22.5 です。おお。で、マイもね、1年前はそうだった。22。なんか伸びたの。すごい。身長も伸びてますか。身長ね、どうなんだろう。でもちょっと伸びた。すごい。最初にお話ししたのはいつだって。いつだっけ。いつですかね。でもね、いつなんだろうね。多分パジャドラ以前も多分お話しさせていただいたことはありますよね。うん、あると思う多分。でもパジャドラからかな、仲良くなったの。もうちょい前かな。でもパジャドラあたりが一番鮮明ですね。ね、そうだよね。はい、パジャドラから、パジャドラからにしとく。そうですね。あ、うん、なんかあゆさんがあゆずこいみたいなのを言ってくださってるっていうのを聞いて、うん、あの昨日告知するときに、あ、そう、ハッシュタグあゆずこいつけたんですけど大丈夫ですか。全然大丈夫だよ。じゃあ、あゆずこいコンビということで。そうだね。嬉しい。こちらこそ。身長はってきてる。身長どっちが高いんだろう。身長は私155、6ぐらいですかね。あ、でもあゆも155以下かそれくらい前後ぐらいかな。お、じゃあ意外と一緒ぐらい。近いね。うん、近め。すごい。いつも何時ぐらいに起きてますか。いつも、うん、何時だろう。でも一回5時に目が覚めて、はい、で本格的に起きるのは8時前後ぐらいかもしれない。うん、早いですね、めっちゃ。もう早い。何時ぐらい。でも何もない日だったら昼ぐらいまで寝ちゃうんですよね。でもいいよね、お昼ぐらいに起きるのも。そうなんですよ。すごい、朝5時に絶対目が覚める感じですか。なんかね、最近目が覚める、なぜか。なんかすごい。めっちゃ規則正しい。でも多分ワンちゃんに朝ごはんあげなきゃって思いがあって。ああ、そういうのかもしれない。お散歩とかもですか。
お散歩は、お散歩で朝あんましないかな。ご飯を、そう、とりあえずあげようみたいな。頭にある。でも確かに、猫ちゃんなんですけど、うんうん、めっちゃ早起きで、うん、すごいご飯を催促してきます。確かに来るよね。はい。飼ってみたい動物とかありますか？飼ってみたいのは、クマ飼ってみたい。クマ？うん、クマ。なんでですか？なんか、すごい小さい時から飼ってみたいなっていうのがあって、なんかテレビとかでクマ飼ってますよみたいな海外の方でいるのを見て、その時から飼いたいなって思うようになった。あー、すごい。何飼ってみたい？飼ってみたいものは、うん、ヘビ。あ、ヘビ。そっか、爬虫類って言うんですか？あ、カメレオンとか？そうですね、そういうのを飼ってみたいです。うん、良さそう。あ、でも虫が私苦手で、うん、そういう生き物って食べ物虫じゃないですか。うん、虫だね。多分飼えないですね。確かに飼えない、それは。でもヘビ何色がいい？飼うとしたら。ヘビ色こだわりはないんですけど、うん、なんか前に白いヘビを首に巻いたことがあって、うん、その子がめっちゃ可愛かったんですよ。うん、なので大きい白いヘビが飼いたい。あー、すごいね。めっちゃ気持ちよくて、このなんかひんやりしてて、うん、あー、確かにしてるよね。鱗がツルツルで、うん、めっちゃおすすめです、ヘビ巻くの。あ、本当？じゃあ今度ね、ヘビ、はい、行きましょう、ヘビカフェ。あ、好きな教科とかありますか？あ、好きな教科は、苦手な教科、好きな教科、好きなのは体育とかで、苦手なのは、なんだろう、苦手なのは歴史。あ、苦手。すごい、私は真逆です。あ、真逆。体育苦手。体育は嫌いじゃないんですけど、うん、運動があんまり得意じゃなくて苦手です。うん、逆に歴史とかは好きでした。うん、すごい。うん、先生が面白くて好きだったけど、やるとそんなに苦手だった。あー、でもあとは、うん、科学とかも苦手でした。にね、わかる、難しいよね。はい。家庭科は？家庭科は、うん、うん、裁縫とかはあんま好きじゃなかったです。あー、ほんと？はい、作る系が良かった？そうです。でも料理も基本的にできないんですけど、うん、なんかご飯食べれるから好きでした。いいよね。はい。運動できそうな感じがしてた。いや、全くです、本当に。英語とかできる？英語もできないです、ね。難しいよね、英語。英語難しいです。数学もできないです。おお、難しい。国語とかは？国語も割と苦手でした。あ全部苦手。わかる、でも難しい。音楽は？あ、音楽は、うん、
まあその中だと好きの部類、うん、おお、はい、いいよね。あ、ゆずかちゃんは好きぐらいしかできないそうですって来てるできるの？あの唯一スポーツでできるのがスキーと水泳で、うん、すごい水泳できるのすごいねスキーとかしますか？したことないスキー。うん、なんか修学旅行かな、なんか中2ぐらいの時に行きませんでしたか、うん、行ってないの。行ってないですか？そう行ってない、行かなかった。なんか行ったんですよ、うん、ぐらいの時に。でそれで滑ってました。すごいすごいすごい。あ、ドラム叩けるよねって来てる。あ、どっかやってたよねあれで。そうです、一応やってましたでもあんまり得意じゃないんですよでもすごいすごいね、難しそう。いやいや、部活とかって何してましたか？部活何にも入ってなかった、帰宅部だった。そう、でもそうですよね、か AKB あったら。そう AKB あったからやってなかったね。やってた？何か中学の時に、うん、あの吹奏楽部でした。あ、おおすごい。それでドラムやってたの？あれ吹奏楽部は違うか、パーカッションっていう、うん、その吹部の中のやつに入ってたんですけど、うん、パーカッション、ドラムとかタンバリンとか打楽器系を全部やるやつで、ドラムはあのもう一人のこの同級生が二人だったんですけど、うん、もう一人の子がやってて、私はタンバリンとか木琴とかをずっとやってて楽しいよね。そうなんですよ、だからあんまりドラムできなくてでも木琴とかも楽しいからね。うん楽しかったです。でも、うん、楽しそう、吹奏楽部って楽しそうだなと思ってた。楽しかったです、めっちゃ。でもほんといろいろね、共通点よかった、見つかって。ありますね、いっぱい、ね、ないかなって思ってた好きなキャラクターとかってあります？あ、キャラクターはなんだろう、でも海外のキャラクターとかも好きだし、うん、なんだろうな、何かある？好きなの。好きなキャラクター、最近だと、うん、鬼滅の刃にハマって。あ、うん富岡義勇ってわかりますか？あ、わかる。富岡さんが好きです、うん、あとポケモンとかも好きです。あ、ポケモン、はい、いいよね。ピカチュウかわいい。ピカチュウめっちゃかわいいですね。かわいい。あとブラックジャックとかってわかりますか、ね、あ、わかる。の今 LINE のトップ画にしてるんですけど、ピノコが、うん、あーかわいいよね。いいねなんかあのちっちゃい子だよね。そうです、そうです、かわいい。アニメ好き？アニメでもそんな詳しくはないですけど、うん、ちょっと見るみたいな。ちょっと見ます、うん、もうちょいで切れちゃうかな。1時間だっけコラボ配信って。そうなんですね、わかんない。今どれぐらいやってますかね。ね、どのくらいやってるんだろうあ、でも確かにあと4分ぐらいで切れちゃう。あ、ほんと切れちゃうね。スクショタイムやる？あ、やりましょう。これどうなったらいいんだっけ。 こっちにやるんだっけ。難しいですよね。そう、こっちで合ってるかな。両方やっとく何がいいかなと、あるゆずかちゃんのポーズ何か。
私のポーズは特にないです。あ、ない？あゆさんポーズありますか？あゆはカワウソのなんかこういうやつやってる。あ、かわいい。そう。何がいいかな？チーム4やる？あ、チーム4。じゃあチーム B も。取れましたかね。で、取れたかな。ね、でも本当楽しかった。いや、え、嬉しかったです。あの誘っていただいて。あ、全然ありがとうね、こちらこそ。また やろうね。またぜひお願いします。と今日コメントが出なくて、うん、あ全然そうだよね、ゆずかちゃんの方あんまり。そうなんですよ。そうだよね。あやさんって辛いもの好きですか？辛いもの好き。お。私も好きなんですよ。本当？辛いもの、はい、辛いものいいよね。はい、めっちゃ赤辛とか行きますか？あ、行ったことある。赤辛で結構辛くするのが好きで、ズマ、うん、さんの子ってあんまり辛いのが得意じゃなくて、うん、得意な子があんまりいなくて、うん、ぜひ今度一緒に行ってめっちゃ辛くしたいです。辛くしよう。でもアイもね、まだ一回しか、からなんかドラニとで行ったんだけど、うん、その時にドラニもエリー以外基本辛いの無理で、あそう、3あの普通のレベルのやつしかまだやったことなくて、未知だからこれ。オカリナが辛いの好きで、うん、11からにしたんですよ、うん、前。うん、それは結構なんか痛いレベルでした。やばそう。11すごいね。11やばかったです。どこまでやったことある？でも11が最高？最高です。でエリーさんって辛いのめっちゃ好きですよね。うん、エリー好きかな。なんかビンゴで見ました。確かにやってたよね、うん、ビンゴで。11時に、うん、なったなった。あれ切れなさそうだね。どうなんだろう。そうなんですかね。ね、どうなんだろうね。わかんない。でそろそろじゃあおしまいにする？そうですね。うん。ランキング発表いつもしてる？ランキング発表してます。あ、じゃあいいですかね。うん、いいよ。じゃあ13位からいきます。13位ヒロさん、12位エレメンツさん、11位シュンさん、10位若月さん。あ、変わっちゃったのでもう一回読み直します。13位エレメンツさん、12位シュンさん、11位若月さん、10位TL トロさん、9位ムムさん、8位ニジさん、7位オントモさん、6位ユイトくん、5位テルミン、4位シュータさん、3位斉藤さん、2位コンピ、1位ボさん。ありがとうございます。次いきますね。はい。13位夏田リスさん、ありがとうございます。12位スタンフラッシュさん、11位ボイジャーさん、10位倉岡銀志郎さん、9位ガクシャンさん、8位キッドさん、7位アンジュンヨンさん、6位サンマさん、5位孫悟空さん、4位響ちゃん、3位コンピさん、2位カモンさん、1位アーちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当に楽しかったです。
楽しかったですね。楽しかった。朝からありがとうございます。いや、こちらこそありがとう。早くね、また会いたいですね。そうですね、またやりましょうね。やろう。ありがとう。ありがとうございました。これは切れば大丈夫かな。切れ、私がじゃあ、うん、切ります。うん、じゃありがとうございました。バイバイ。また LINE します。うん、してね。バイバイ。ありがとうございます。